数山本が掲げようとしている政策がございますけれども、まずは8つに絞ってお知らせをしております。8つの緊急政策、この国を救うためにまず必要な8つの緊急政策とは何か。消費税、消費税は廃止。そんなこと無理なんじゃないの思われた方いらっしゃるかもしれません。でもマレーシアでは消費税廃止にできましたよ。これ廃止にしたの誰ですか。実際にやられたのはマハティールさん、93歳で首相にまた返り咲いた方ですけれども、そのマハティールさんを動かしたのは民意です。人々がどう考えるかどう動くかでその結果が変わる。どうして皆さんは消費税廃止にできないと思うんですか。後ほどまた財源などについてもお話したいと思います。いくらネットの中でこういろんな毎日いろんな展開をしてたとしても、それは見られてる人限られてますよ。何人のリツイートもらいました。1回リツイートするたびに1万リツイートぐらいいきます。いかないですよ。1000リツイートいく？毎回500リツイートいく？いかないですよね。シェアすることは重要、情報を分け合うこと、拡散することは重要。でもその中でしかないんですよ。だとしたらどうなるか。また負けんです。実際にフィールドワークして人に会って説得してってことをやっている人たち、確実にその裏には金があったり宗教があったりいろんなものがありますよ。イデオロギーがあったり、ちゃんとつながるっていうやっぱり骨がある人たちはちゃんとそういうね、つながる理由がある人たちっていうのは確実にフィールドワークやってってる。でもそんな暇ないじゃないですか。毎日忙しくてギリギリの生活してて、それで政治の話も勘弁してほしいって中で広げていくっていうのは至難の技だけどやっていきたいんですよ。やっていった先にコントロールする力取り戻したいんですよ。年金は破綻しません。なぜならば支給額が減っていくだけ。心配しないでください。だとするならば年金ではない形でみんなを安定させなきゃいけない。まずやらなきゃいけないことは消費税をゼロにして今の生活を楽にしていくこと、加えてここから皆さんがしっかりとこれ蓄財していけるような様子を蓄財していけるような、私はね本当は丸腰でも生きていける世の中作りたいんですよ。貯金なんて一銭もないけど全く不安がありませんっていうような世界にしたいけど、まさかこれまでの人生を送ってきてそんな世の中が来るとは思ってないでしょうから、皆さんが少なくともその時の権力者が変わったとしても自分たちで貯蓄をしていけるような、貯蓄を持ってた方が安心だと、どんなことがあったも心配せずにいられるっていうような状況も担保するべきだと思うんですね。そう考えるとしたらこのデフレがこんだけ続いてる時にやれることっていっぱいあるんですよ。現金給付だってできるんです。ばらまきっていうけど、これ自民党も公明党もやってますからね。1回だけ選挙の前にワンショット、これが本当のばらまき。私が言ってるばらまき、私はばらまきとは言ってない。デフレ脱却給付金、